やでーじゃあ、ビギナーリアでーすやっはー、ララバーイイエーイ今日は、ジナちゃんの妹リジちゃんを誰が一番楽しませれるか選手権はい、ということで今回は特別ゲストということでジュナちゃんの妹リジュちゃんに遊びに来てもらいました。はい、今回リジュちゃんに来ていただいたんで自己紹介してもらおうかな。はい、じゃあ名前はリジュです。年齢は7歳です。誕生日は7月17日。好きな食べ物とかある？マルゴーゾー。辛いのいけんの？ミニーちゃんです。かわいい。ディズニー好き？趣味？フラフープ。かわいい。あの丸いやつやな、うん、こうやってるやつ。こうやってね、こうやって。好きなギャルは誰？モモちゃん。モモちゃんかわいい。モモちゃん押して、モモちゃん押して。はい、ということで今回はゆらーのあの3人に誰がね、リジを楽しませられるかということで1人ずつ遊んでいってほしいんですけど、制限時間3分で、リジちゃん今回いろいろおもちゃも持ってきてくれたっていうのと、編集部でもいろいろね遊べるものを用意したので、それを使ってリジちゃんと遊んでってもらいたいと思います。イエーイ。で、リズには最後、誰と遊んだのが一番楽しかったかっていうのを聞きますんで、皆さん、勝てるように全力で楽しませに行ってもらえばと思います。はい、それでは、どうぞ。はい、ということで、今回まずね、土地で用意したものと、個人で持ってきてくれるものもあるということで、あとリジュがね、持ってきてくれたものを、まず紹介していこうかな。まず編集部からは、シール遊びをしたいというお声をいただいたので、シールを何種類かご用意しました。あと、お絵かき帳と、アンパンマンチョコ。アンペンマン。と、折り紙と、クレヨンと、ストーン系のシール。カチューシャ。うん、カチューシャ。そういうのとかも用意してみました。で、続いてリュア持ってきてくれたもの。絵が好きなイメージあるから、ファミマのノートとキラキラのペンと、エルトのやつを持ってきました。いいね。じゃあ次リジュが持ってきてくれたもの紹介してもらおうかな。うわー、大勢で登場、メルちゃんです。あら、まあ、おーすごい。おー、重調。おー、そうだな、漏れなく何か。なんか、タコ。面白。あ、麦茶で遊ぼう。あ、麦茶で遊ぼう。おー、ゴープロみたい。え、写真撮れんの？えー、おメガネ。いいね。すごい。なるほど。机の上さ、見る感じめちゃくちゃない？遊べる道具。かなりいいんじゃないですか、これは。かなりいいよ。じゃあ、順番決めていこっかな。3人で、じゃあ、じゃんけんする。トシはグー、じゃんけんぽい。うわ。トシはグー、じゃんけんぽい。1。さらに。3! じゃあ、ノアから、いきますか。え、じゃあ意気込みもらおうかな、みんな一人ずつ。じゃあノアから意気込みもらいましょうかね。え、勝負？うん、勝負よ。え、じゃあ絶対負けない。おお、なんか作戦ありますか？この自由帳とかにシールとか貼って、それとかなんかいろんなやつ。おお、いろいろね。じゃあリアさん、ちっちゃい子大好きなので絶対負けません。おお、負けます。じゃあララさん、絶対一番楽しまれます。おー。3人とも小さい子得意だもんね。じゃあ、早速、やっていきますか。はい。はい。はい。いいですか、はい、じゃあ、3分間なんでね。3分間。いきますよ。待て。どんな緊張？オッケー。いきまーす。よーい、スタート。はい、何して遊ぶ？いいよ、もちろん。いいよ、もちろん。もちろんだ。もちろんだ。大丈夫？ゆっくりで、あと2分しかないけど。やってもらう系だ。新しいね。新しいね。じゃ
でもこれ、これにする。いける。怖い。開けて。開けてのコミュニケーション大事だよね。今何分？一分。今1分。やばい無理。なんか全部貼ろうとしてる。え、シール貼りゲームじゃないんですけど。すいません。次何する？これ次何する？次何する？あと30秒。あ、やばいじゃん、やばいじゃない、やばいじゃん。ちょっと、どうしたの？おぉ、マリか。すげえすげえすげえ。結構あって言わない。一回じゃあ、書いたものを見せてもらう？スイカ。お、スイカ？スイカ。かわいい。上手。ハート適当に。しかも小さい。で、シール遊びは？シールどんな感じで貼ったの？さまさま。なるほどね。ありがとうございます。やってみてどうだった？楽しかった。楽しかった？めっちゃ一緒だよ。なるほど。じゃあ、続いてのチャレンジャー参りましょうかね。ありがとう。はい、続いてのチャレンジャー、ララさん。じゃあ、行きまーす。よーい、スタート。何して。あ、手。優しい。やっぱね、お姉さんたち爪長いからね。どんな感じがするの？あ、見た目。うーん、何色が好き？何でもいい。ララのセンス。じゃあ、ララの担当カラーに。残り1分半。リズちゃんにお守り作ってあげる。おー、ララさん頑張れ。ララさん頑張れ。おー、なかなか上手いじゃないですか。次なんだっけ、次なんだっけ、次なんだっけ。残り1分。バイバイバイ。はいはい、短い。30秒。楽しい。声かけ大事、声かけ大事。楽しければ OK。残り15秒。もうできる、もうできる、もうできる。5、4、3、2、1。お、すごい。お、終了。やっぱりすごい、作れるの。できました？はい。お、楽しかった。それ本当に？じゃあ、作ったものを紹介してもらおうかな。はい。じゃあ、りっちゃんか。はい。パクンチョ作った。パクンチョ。おー。ぐちゃです。私は、みじちゃんにお守りを作ったつもりです。おー、お守り。お、かわいい。はい。ありがとうございました。え、どう？ララ、手応え的には。なんか、ただ無言で、急いで折り紙やってただけだから、どうかは。わかんないけど、楽しかったならいいかなって思います。ありがとうございます。はい、バイバイ。バイバイ。昨日の夜から作戦を練ってきた私です。おー、この3つを使ったゲームを考えてきたので、そちらをしていきたいんだと思います。はいはい、お願いします。オッケー、いきまーす。よーい、スタート。はい、まずこれかぶりましょう。かぶる。大事ですよね。大事大事。で、ゲームは目をつぶってお題出してキャラクターを描くんですね。何のキャラクターがいい？キティちゃん。あ、キティちゃん。じゃあ目つぶってキティちゃんを描く。はい、いくよ。いくよ、目つぶってね。よーい、スタート。え、体はつける？いや、つけるね、顔上げ。できた？いいよ、いくよ。目開けてる。せーの。うまくない？結構。はい、じゃ次アンパンマン。よいよー、スタート。これはレミちゃんが好きなので、書かないと怒られちゃう。いけた。いい？いいよ。ええすごいね、ギュッてなってる。え、すごい。何書く？ラメのやつ。あ、これ？いいよ。やばい、あと20分。あ、20分じゃない。20秒。20分はずれすぎる。何書く？お絵かきに夢中だったでしょ。いいよ。気になっちゃう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 終了。
ということで、散歩終わりました。イエーイ。せっかく二人ともお絵描きしてくれたので、ちょっとカメラに向かって見せてもらってもいいですか。上手。目つぶりながらですよ。すごいね。はい、ということで今終わりましたけれども、どう、りーちゃん、たくさんお絵描きしてみて楽しかった。え、どうですか、リアは自信のほどは。ノアビはシールで、ララちゃんは折り紙で、みんな違う遊びをしてたけど、楽しんでもらえたんじゃないかなって思います。顔。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、せっかくなんで、りーちゃんもおもちゃ持ってきてくれてたから、そのおもちゃを使って、みんなで遊んでみる。はい、ということでラスト、みんなで遊んでいきたいと思います。で、今度はりーちゃんが持ってきてくれたおもちゃのみで、誰が一番りーちゃんを楽しませられるかということで、最後に、誰と一番楽しかったかって聞くときに、この今の空間もね、採点に含まれますんで遊んでいただきたいと思います。で、これも3分にしようかな。それでは、よーい、スタート。あ、それ？これ写真撮れる？見れてる、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 見れてる。記念撮影タイムみたいなんだね、今残り2分。ちなみに、ちゃん残り1分半。やばいじゃん、もう来てたよ。ミルカもかけちゃうでしょ。で、ミルカ見て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 、ジャグリコは出ない。チャージ、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 あ、オッケーオッケー、すごいね。オッケー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい、とりあえず、はい、はい、こっちでーす。足のマッサージ、足のマッサージ。残り30秒。楽しませるっていうか、なんかメルちゃんのお世話の時間だったってことでいいかな。はい、はい、そうね。なるほどね。え、みんなアピールできた、この全員のタイムで。楽しかったよね。なるほどね。アピールできたんだったらいいんではないでしょうか。じゃあ最後、結果発表に移っていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで、リジとの遊びタイム終わりました。じゃあ一人ずつ今日遊んでみての最後の最後の自信のほどを発表してもらおうかな。折り紙を一緒にしたから楽しかったと思うから絶対勝ちます。はい、絶対負けたくないし、また一緒に遊びたい。おー、ずっと会いたかったし、ずっと YouTube とかインスタとかで見てたからめっちゃ楽しかったし、あと最後メルちゃんでめっちゃ盛り上がってたので、めちゃくちゃ自信もあります。おー、なるほど。リジュ、みんなと遊んでみてどうでした？みんな楽しかった？じゃあ結果発表していきたいと思います。イエーイ。じゃあリジュさん、今日一緒に遊んで一番楽しかった人を教えてください。リワちゃん。イエーイ。なるほど、理由は、あの、お絵かきのメルのやつ。おー、ゲーム系、いいね。じゃあララとの遊びはどういうのが楽しかった？折り紙。おお、お守りになってプレゼントしてくれるって言ってたね。じゃあノアとの遊びは何が楽しかったですか？シール。おお、シール、まあ、楽しかったということですね。ツイッター遊んでよかったなと思います。え、ちなみに一番最後の遊びはどうでした？楽しかった。楽しかった。思い出になった、あの写真。あれってさ、なんかデータに残せるの？あの、見た見た見た。こんな感じでちゃんと写ってまーす。はい、ということで今回の勝負はリュアが勝利したということで、おめでとうございました。じゃ最後に一言ずつみんな感想もらおうかな。じゃリュアから。めっちゃちっちゃい子も大好きだし、たくさん遊べて楽しかったです。ありがとうございました。答えなかったけど、またやりたい。おお、リベンジね、いいね。ずっと会いたかったリュアちゃんに会えてめっちゃ可愛かったし、お守り作るの楽しかったって言ってくれて嬉しかったです。おお、また遊んでくれる？うん。おー、よかったです。
今日の動画はどうでしたか？どうでしたか？この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。